おはこんばっちーハーツチャンネル始めていきます。今日はマイライフおじの続きやっていきたいと思います。福本豊の盗塁記録まであと7個、残りは16試合、今日は8試合一気にいきたいと思います。頑張っていきましょう。さあやっていこう、打っていこう。片平ですね。 OK、 チェンジアップ持ち知っているんだ。うまい、よし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 。大谷君だ、初球ヒット、バント男ゴー、走るー、チェンジアップ、 OK。 バントに警戒します。ここで送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、一塁へ送る、アウト、走る、ナイス、 OK、 素晴らしいラン。さあヒットも打って盗塁もできた。がしかしうまい、これもヒット、いいね。バントはなしよ、バントはするなって、走る、あーバレたバレたバレた、おお、ナイスナイスナイス、素晴らしいな、 OG の走塁。いやでもな、盗塁したかったな。これはダメだな、さすがに大谷君を狙っているね。まあ単純に流してるだけなんだけどね。うわー、ヒット打ったのにな、盗塁が1個しかできていない。だがこれでシーズン100盗塁になったからね、あと6個や。教えておじいさん、早い、軽い球、おじいさん、 OK、 スタミナ B でリリーフで出てくるのか。いやーダメか、ダメだ。まあまあまあ2安打打てたからいいか、もう終わりでしょう。うわっと、さよならか、ラッセル、おいパーク、珍しいな。さあさよなら男、いやーマジか、こいや、抜ける、いやー回んないか回んないか、オッケーオッケー、ういいた、オッケー、ナイス、負けるー、マジか。よし、まあ、3安打猛打賞に盗塁2つ、重要な仕事ができたようでよかった。ああまあ同点タイムリーがね、まあ打ちたかったなとは思いますね。9回ね、負けがもったいない。ファンからほうれん草、いやーそれは何、仕事上でのほうれん草をしろっていう意味か、しょうがねえな。おいおい、勝手に勝手に持ってくな、川瀬って誰だ、持ってくんじゃねえ。お、今日は浩二君の誕生日、長男浩二君ですね。いやーおじいと顔似てる。あら美味しそうなケーキですね。いや優しい出場、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、浩二、イエー。さあまたまた試合だ、一気に行くぜ、今度こそ勝利しよう、最高。さあ大谷君ですね、大谷キラーを見せてやる、なので強振します。大谷君には容赦なく強振する。先頭打者ホームランを狙え、おい、どうしたビビってんのか。でも大谷君から単純にね盗塁がしづらいよね。あー全然違うとこ振った、単純に球速いから盗塁しづらいっていう。はい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 、いや差し込まれてるよ、マジか。うわー大谷君から打ちてえのにな、差し込まれてるぜ完全に。いて取る、同点なる、あっそうかランナー、あっそうフォーク。さあ4155がねフォークが厄介なので、よし行ったっしょ、行かないか。いや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 、あっそう足が遅すぎるってよ。オッケーオッケー、いやーちまったねー。さあフルカウント狙うわ、よしフォーク、甘いぜ、アウトコース高め、甘いぜ。よし、あっと同点、またか、また同点ホームラン打たなきゃいけないのか。高速スライダー、そうね塁に出たいね。教えておじいさん、入らないからこそ盗塁をする、走れ走れおじいた、外される、あーやべえ、
思いっきり外されてしまった。いやー、いけると思ったんだけどなー。連敗ですね。マジかー。しかも1点差ゲームだよね、どっちもね。肩が上がる。おー、いいねー。マジック2、負けたけどね。すき焼き屋行きましょう。57回目あと20回。ソフトバンクに在籍中に、なんとかね。よし。あー、調子が絶不調になる。マジか。補給練習しておきましょう。上がる？まだ上がらんか。なるべくね、行動が欲しいんだ。練習じゃなくて移動して補給レベルを上げていく。 OK、 経験値アップ。これで楽天戦、楽天戦の前に何かあるか読書したいと思います。奏者の心得、こちらかく乱の本になります。早くね、トリックスターの本は全部持ってるので、かく乱をゲットしていきたい。さあ、最下位楽天、さあ行こうぜ。さあ、まずはまたまたしっかりとミート打ち。あー、なるほどね、絶不調だから阿部人かそういう特能がつかねえや。うまいっしょ、うまく打ったっしょ。よっしゃー、ゴー、いたー、よし、オッケー。さあ、いく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 、ゴー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 、ナイスー。いいね、おじい最高じゃねえか。ハイボール、ストライクだよ。タイムリー打ってまた盗塁したいな。理想は、理想はタイムリーからの盗塁。ゴーゴーレッツゴー。いやー、ダメか。いや、さすがにだね。フォークがボール球だったな。うえ、逆転される。マジかマジか。これはバントヒットを狙おうかな。ウェイ、ナイス。しょうがない、バントヒット。送りバントでもいいが、いやー、惜しい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 。まあまあまあ、仕事はした。で、ここでヒット打つと、うわー、残り試合までにね、残りあと15試合になるのかな。打率5割乗るかな。かなり厳しいところである。今4割8分4厘。打ち続けろ。よーし、いいね、最高のヒット。点差があるから、あー、負けてしまう。連敗、連敗してもうたぜ。いやー、点差あるからね、盗塁いけるかなと思ったら牽制死してしまったよ。5回の犠打は、まあまあまあ、今日も 3-2 でしょう。打率は確実に上がっているから大丈夫だ。走者の心得、上巻こちらですね。読み進める。まあ、大体20回で徳のかく乱つくので、まあ、大体10回弱、8回ぐらいで本が壊れるかな。さあ、今日にも優勝しちゃおうぜ。さあ、やろう、こいや。485ですね。いや、どんだ、お、2000本まであと9本。マジか、いってやるぜ。ウェイ、スライダー落ちるのが気になる。多分チェンジアップじゃないと思うんだよな。チェンジアップだったわ、思いっきりチェンジアップだったわ。さあ、こいや。いや、ダメだ、先っぽ。あかんねー、2点取る。優勝しちゃう、優勝。チェンジアップ、うまく打って、ダメかー、伸びすぎるか。やばいやばいやばい、2打席連続アウトはちょっともったいない。うんうん、ここでランナー出れば盗塁しやすいね。なぜなら2アウトだから、送りバントはされないから。スライダー狙ってもいい。スライダーとチェンジアップを狙いたいね。じゃーじゃら、ストレート、マジかー。ここで連続凡退か。やっちまったな、おじい。おっと、同点。キャノンキャノン。わあ、2000本アンダーまでの秒読みが始まると、これをね、言われ始めるとね、おじい打てなくなるんだよね。いやー、マジ4タコ、4タコか。
待って待って、さすがにあと1打席ない。やっちまったね、完全にやっちまいましたね。今日はノーヒットか。いやー、打てる時と打てない時の差が激しい。早くね、阿部比がついてほしいね。マジック1。いや、今日3連敗もうめちゃくちゃ負けてるけどね。おー、はい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 。まあまあまあ、セ・リーグなので興味はない。パーッといきましょう。菅野さん強えじゃん、菅野さん強えじゃん。でハルバートって今年からの新人だよね、外国人。なんかある？お土産。おお、仙台の。おお、笹かまぼこ、いいね。笹かますき焼き屋行きましょう。地元にいるときはこっち通わないと終わらないと思うんで、頑張って77回まで通う。よーし、やっと調子が上がったぜ。なんかあるかい？あー、パリーグね。はい、105本余裕ですね。4割8分2厘余裕ですね。216打点、あ、余裕ですね。すべてにおいて余裕です。問答無用に余裕です。ダウニー、いや、ダウニーめっちゃ打たれてたけどね、うちの抑えなんだよ。スケキヤまたまた行きましょう。ガンガン通うぜ。はいはいはい、5万円ね。ということで、また調子ワンランク上がんないか。いやー、惜しかったね。さあ、今度こそ、さあやってやろう。ライアン、ライアンか。うわー、さっきの試合で4輪も落としてしまった。もったいないな、4輪で4輪。4輪ってめちゃくちゃでかくない？うぃー、カットを狙ったんだが、チャラララララ、カット、オッケー、打てる、いいぞ。せーの、いった、バントするな、オッケー、よーしよしよしよし。さてと、これはバントヒットを狙う、いける、いった、オッケー、素晴らしい足だ。これはバントヒットがいけたら最高なんだが、ダメかな。いやー、惜しい。これで盗塁したかったね。またか、またバントヒット狙う。いやいやいや、ここはどうしよう。バントヒットだ。あい、ダメ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 。今日死んでいこうかな。ランナー一塁だし、 OK。 さて、変化球がちょっとね苦手かもしれない。おっと、狙っているのか。やってやろうじゃないの。よし、あー、ダメか、ダメか、ダメか。やっぱバントヒット狙った方が最悪送りバントになるからね、打率は下げないで済むのだが。おお、ここでホームランで優勝決定弾、かっこいいよ。優勝決定弾はかっこいいよ。スプリット男だね、これはね。よし、狙え。はい、ピアソン足おっせえな。うわー、外してきた。優勝きたー、おめでとう。あ、今のがダウニーだよ、今のがダウニーだよ、めちゃくちゃ打たれるダウニーだよ。やったー、いいね。ケンケンを胴上げする男、いいぞ。いやー、嬉しいですね。ソフトバンクも日本一導くために、まずはシリーズ優勝を果たした。 OK、 キャノンさん顔分かりやす。あー、いい位置、いい位置、いいね。6年ぶり、結構空いちゃったんだな。はい、ケン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 、勝利、あざーす。これはビールかけとかとかあるよね。ちょっと長くなっちゃうな。そしたら今日の動画8試合やる予定だから、そもそもがちょっと長くなるんだけれども、あざーす、いいぞ。千里連れてこい、千里、かわいいアナウンサー連れてこいや。ずぶ濡れにねしないといけないんだから。シュワー、岩田の攻撃。岩田さん、阪神の岩田さんじゃないよね。お、コーチ攻撃だー。
喜んでる。でケンケン、ケンケンはムード丸持ってるから攻撃してもニコニコするでしょ、怒らないっしょ。あー目が目がムスカタイさんになりましたね。よし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 、監督の評価を下げる、相変わらずな。まあどうせ FA でどっか行っちゃうからね。イエーイ、またファンが増えるっしょ。1001人、中途半端だね。星野監督かな、1001。誰誰、帯来た、誰、どなたですか。アイテムもらう、誰だい、何のだい。門田さんからバット、やったー、門田バットゲッツ。門田バット、こちらミートプラス3パワープラス7、試合出場時確率でパワーヒッターの経験値となってるんですけれども、いらないですね、パワーヒッターもうすでについてるので。なので真由美バットのままいきたいと思います。ではまたまた試合の方いきましょう。さあまたまたやってやれ。 OG が加藤さん 4.60、 あ変化球見直せてた。 OK、 素晴らしいヒット。 OK、 ソネじゃない、ソネじゃないから走る、よっしゃー、ういー。さあタイムリー打ってまた盗塁チャレンジしたいね。今盗塁いくつだったんだろう、今日そこそこ走れてるよね。はいはいはい、スローカーブ3-2-3 3-2-3、はい、フォークフォークにスローカーブに、まあスライダー系カットか、スライダー高速スライダーなので、まあそんな大丈夫。よしナイス、タイムリー最高だ。タイムリー打って盗塁ができると。おいおいおい、おお大量得点。さあ狙え狙え、よしいった、素晴らしい。アウトコース高めはおじいのかもや。106号、いいね、絶好調だね。あーツーベーススリーベースでサイクルヒットか、あダメだ、全く動かないでも大丈夫な見事な当たりで。もう一個盗塁しておきたいね。2000本アダムであと4本、よしあと3本、カウントダウンや。 OK、 いけいけ、おじー、よしアウト、はい勝ち。 OK、 スタートが悪かったか今のはな。さあ5-4ということで絶好調になってきた。あの1試合4タコだけが本当もったいないね。あそこ以外は全部マルチ以上打ててるもんね。あーおごりか、しょうがねえ。いや2番打者として活躍してくれればいいよ、頑張ってくれ。ソネを省け、スケキヤいきましょう。スキ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 マントマン、スキスキマントマン、あ間違えた、すき焼きマントマンだった。オッケー、すき焼きマントマンでもないけどな。練習で補給いきましょう。補給を上げていく、エラーはやはりね恥ですからね。で移動してまたまた補給いきましょう。補給を上げていく、補給の練習しかしないなおじいはな。ということで今日はあと2試合、走者の心得助監こちら呼んでいきましょう。かく乱を早くつけたいということで、あと2試合頑張っていきたいと思います。今日は調子いいからね、チームは悪いけど。さあまたまた打っていこう。あー山岡さんは知ってる、縦スラ、縦スラとサクチェとカットだったかな、カットじゃなかったかな、まあ、でもね縦スラが一番厄介なので、あーの伸びすぎたか、やばい、1打席目打てないとなんかそのままこの試合丸々打てない気がする。マジか、サクチェマジか。いやいけるっしょこれは、よっしゃー、さあいったー、打つなー、打たれてしまったよ、せっかくいいスタートだったのに。これはこれです、ういうまい、打球反応ないから大丈夫っしょ。いやーダメか、しょうがない、打つか。いやこの縦スラが厄介だよね、サクチェも緩急があると打ちづらいが、いやーダメか、打率が下がってしまうからなこれだとな。せめてバントしたかったぞ。
1点差。うん、まだ投げてる、やるじゃん。あと8本、そしたら多分更新できそうだね。だがしかし打てない時もある。残りの試合数的にこれ除いてあと8試合ですね。ラスト、これは強振でいこう。おじい中崎さん苦手なんだよ。 OK 打てた。よしよしよし、負けろ。ということで2000本安打まで王手かけましたね。1999本、迷宮会入りへリーチをかけたおじい。いや次回の動画ですね、そしたらね。いやよかった、次回の動画のサムネが決まったぜ。たこ焼き、いやあと1試合あんのか。走者の心得序盤、こちら読みましょう。ということでもう1試合あったわ、もう1試合あったわ、やるわ。盗塁、おー盗塁したい。おい、そうね、わざと打つなよ、お前。なんとなく分かってるけど、打つなよ。さあ、行こうぜ。そうか、2000本安打、打ちたくないな、打ちたくないから、これで行く。これで2000本になっちゃうやつ、なったー2000本安打を次の動画に撮っとこうと思ったのに、やってしまった。来い、行った走る、OK。いやー2000本打ってしまった、マジか。次のパートで取っとこうと思ったのに内野安打で決めてしまうとは。やるなおじ、ボール球を連続で振ってる、まずいね。いやー球が遅い、おい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 、いやーやっぱどう、いやある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 、え、うっそ、今内野安打じゃない。いや審判、審判ボブ・デイビッドソン、島脇。いやこれ多分曽根に勝ったでしょね、多分盗塁してないよ。 OK 勝ち越し、素晴らしいホームラン。勝ち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 やぞ黒木。いやーマジか、ど真ん中だったよ。カウントは2-3となりました。はい OK、 大丈夫でしょ。いやこれ3ついっちゃおうかな、3ついっちゃ、いやいやいや盗塁です盗塁です盗塁いきます。はい勝ち、決勝ホームラン、あーと2000本安打達成。やってしまったようだ、2000本安打打ってしまった。動画を区切るか迷うな。ということでこんな感じですね。今日はだいぶ打ったよ。はい、知ってた知ってた、バントしようとしてたもんな。よしよしよし、さあ大記録2000本安打。2000本打って3人ってないだろ、それは寂しすぎる。では移動して走者の心得、こちら読んでいきましょう。早くかく乱、そしてトリックスターが欲しいおじいである。また走者の心得読んでいきましょう。しっかりとね読んで、ということで今日はここまでになります。盗塁105個、あと1個、もう達成できるでしょう。そして2000本安打も達成してしまった。ちょっと動画としてね長くなりつつあるので、今日はね要所要所カットしていきたいと思います。ということでまた次回のおじいもご期待ください。バイバッチ。